ワイヤープローブとは、タングステンなどの極彩線に特殊メッキ及び絶縁コーティングを施しプローブ化したもので、ワイヤーの縦方向のストロークによるたわみをコンタクト荷重に利用したプローブです。ワイヤーの太さは110マイクロメートルから20マイクロメートルまであり、プローブ自体はもちろん、各種検査ヘッドに使用した場合でも構造がシンプルなため、耐久性、メンテナンス性に非常に優れています。最大のポイントは、その場で簡単にピン交換ができることで、生産現場でも作業者が簡単にピン交換を行えます。当社では多様なニーズにお応えできる豊富なバリエーションを用意しています。ワイヤープローブはプリント基板の検査はもちろん、半導体の検査まで幅広く活用されており、半導体検査のあらゆる不可能を可能にしてきました。半導体ウェハー検査用プローブカード、 COF 検査用プローブカード、FPC パッケージ検査用ジグなどとして海外からも高い評価を得ています。